はい、こんにちは。今日なんですけど、埼玉県リーグ一部後期の第2節ということで、今試合会場に向かっております。で、今日の相手が、自分らが今3位なんですけど、4位か5位の相手ということで、負ければ順位が変わる可能性もあるので、絶対に負けられない戦いになるので頑張っていきたいと思います。行ってきます。はい、で今日は、セブンで梅結びと鶏五目でウィーダー2つ買ってきました。で、あと家からアミノバイタルと BCAA1 リットル持ってきました。これで、今日の試合に臨んでいきたいと思います。
はい、ということで、まあ、苦しい試合だったんですけど、なんとか2対1で、勝利することができました。で、まあ、自分のデビュー戦となったんですけど、まあ、それを白星で飾ることができてホッとしてます。でも、まあ、やっぱ今日通用したところと、やっぱ試合感がなくてうまくいかなかったなってところ、やっぱ5年半ぶりにキーパーとして公式戦出てますので、まあ、そこでうまくいかなかったなってところもあるので、まあ、そこはこれから改善して、まあ、通用したところはさらに伸ばしてって形で、また明日から、しっかりとトレーニングして頑張っていきたいと思います。で、まあ、来週がリーグ戦ないので、また再来週に、コロナの影響で延期になった試合があるので、まあ、その延期分を、再来週に消化するということで、まあ、再来週に向けてまたしっかりとトレーニングを積んでいきたいなと思います。